新興メタルチューニングです。ヘッドの方をねちょっと見てもらおうと思って動画回してます。バルブスプリングが組まれてますね。でですね、こっちエキゾーストですね。すいません、ちょっとあの蛍光灯 LED がちょっとおかしくてチカチカしてるのごめんなさい。蛍光スイッチ、これ中にもう一個いるんですね。これはあの吸気バルブのが重たいから吸気だけダブルにして、ね、サージングする領域を同じにしてるんだと思います。詳しくは知らないんですけどきっとそうでしょう。それとこのサイメを下にしてあります。これはあのアクティトラックの方で照明実験しましたが、これひっくり返すと柔らかくなってフリクションロスは下がりますが、オーバーレブの回転数は下がってしまいます。まあ NSX はスーパーカーなんでね、高回転回してなんぼですから、メーカーの指定通り細かい方を下にして組んであります。NSX のバルブスプリングの話でした。ありがとうございました。